わっこーい、どうもちはやです。マリオメーカー2やっていきたいと思います。本日も相談コーナーあります。よろしくお願いします。今日ね、お品書きがちょっと少なくなりそうな気がします。これ2本目の撮影なんで、500秒スピードランやったら疲れそうちょっとコース数少なくなるかも。よろしくお願いします。マリオメーカーの時間もちょっと短めになるかもしれません。よろしくお願いします。なんかズルはできなさそうな感じだね。クリアチェックタイム7分30秒だったし、なぜか上に行ってしまった。 OK です。1、2、3段ジャンプで上がっていく。うわー、 OK です。ドア入っていく。初見殺しは多分ない。ドッスンぶっ倒して走って、道作って、多分連打すれば OK。 これメット残さかなきゃいけないんでしょ多分ね。3段ジャンプ、3段ジャンプじゃなかったけど OK。 そこの下低3段やだな、簡単じゃないもんね。まあ、この辺はちょっとね大変そうだね。オフの切り替えを行って、やべ相当下ってるけど大丈夫なのかな。30秒くらい余してたよね。でもね、クリアチェック的には。これ結構でもハードだね。簡単じゃないよね。ギミック自体は簡単だけど、これ地味にどんどん時間なくなっていってるんでしょうね。やだな、これやり直ししたら、やり直しだったら超きついだろうな、精神的に。だから一発でクリアしたい。絶対に一発でクリアしたい。頑張ろう。やっぱりそうか。ここまで、メットをも、被ってこなきゃいけないんだね。思った通りでしたね。OK。で、ここでヒップドロップぶちかましていいよって。OK。うわぁ、まだ8分の1も終わってないのか。怖えな、壁キック。パウ投げ。パウ投げ。OK。確かにギミック自体はそんなにきつくはない。これむずくない？だいぶロスったよ。これ何周もするんだったら結構厳しいけどな。どっかで絶対引っ掛けてくるじゃん、500秒スピードラン。いやーこれ初見殺しちゃったらやだな。さあ壁キックも終了。まだ1周目が終わんないのか。すごい長いね。これ最低でも3周はすると思うんだけど、赤コインないんだよな。でもな、右上に表示が。何周も5、6周とかさせられるよりはもう全然いいよね。ありがたいよね。1回が長くて、2周、3周で済む方が、俺はいいかな、好きかな。うわー、ズルはできないね。3周だね。OK。じゃあ、こっから早送りでいきましょう。え？
さあ、時間は60秒くらい余してきたんですけれども、これさ、あれ、ベストタイムじゃなくてクリアチェックタイム何秒だったっけな？確か30秒くらい余してだったんで、これ、まだある？もしかして。あるわ、けど大丈夫だ、よかった、初見殺しなかった。とりあえずなんとかなったと思いますけど、どうでしょう。その下のちくわで、あー、ゴール見えた、よかった。うわー、でも、時間はかけさせてくるね。でも大丈夫じゃない？あ、でも本当に30秒くらいだ、多分。おー、お疲れ様でしたー。よかった、クリアできた。こちら、ツイッターで、やばい中学生さんからいただいたコースになります。クリア率1400分の1、クリア率 0.07% コースです。時間ギリギリだね。70秒でクリア、69秒でクリアしてますね。うわぁ、時間はギリチョンなんだね。これはデカ状態をキープすることはできないのか。こういうことは可能なの？あ、可能なのか。じゃあ、こういうことだよね、多分ね。おほほ！わぁ、行き過ぎたー！時間56秒か、今ので。うわ、ギリギリだな、これ多分。これデカ状態キープできないかな、無理か。お、うまい、あの。みんなすまん。とてもじゃないけど、喋る余裕がねえ。あー、隙間入っちゃった。とりあえず、一旦目終了。この上のやつから倒したいよな。こう倒しますね、もう。こう倒します。いいんじゃない？いい感じになってきたんじゃない？これ倒します。上のやつも早めに処理しないといけないからな。時間意外とねえな、これ。これ、これ高さ的に届いてんのかな、これ。わかんねえ。うわ、時間ねえ。オッケー。うわ、ギリチョンだね、これね。これ、壁キックすれば、ここには届くんじゃねえかな。ちくしょう。時間足りなかったか。え、でも、いい線まで行ったじゃん。上のやつら早めに処理したら、やっぱ、いけるよ、これ。いけるいける。あ、これやったかも。あ、逃げれなかった、逃げ道なかった、しまった、あかん、やっちまった、あぶねえ、生き残った、うわ、下にもいたのか、チキンショー、ああやっちまった、あ、これミスったかも、あー、時間ロスだな、これ、あ、もったいな、あ、間に合わなくない、これ、うわ、マジか、クリアでクリアさ、めっちゃ時間かかってるぞ。うわ、やば !1 時間近くかかってるわ。えぐいてー、やば、超苦戦したなやでもね、体感的にはまだ20分、30分くらいなんだよな、このコース。めっちゃむずかったー。ナイスファイト、俺。あと、いつもコース遊ばせてもらってます。ありがとう。それでは DM 読ませていただきます。千早さんへ。結構ぐちゃぐちゃな長文になってしまっていると思います。問題ないです。私は今中学3年生です。高校1年生になったんですね。
私は自分が嫌いで自分に自信が持てません。私はあまり空気を読むのが得意ではないし、思ったことはあまり考えずに言ってしまうことがあります。いつも後で一人で嫌になって後悔してしまうのですが、いつもニコニコ喋ってるキャラなので急に黙るのも変だと思って、結局また何も考えず喋ってしまいます。それと私は周りに頭がいいとよく言われます。確かに客観的に見てそうなんだろうなと思うことはあります。でも自分で考えた時に自分が賢いなんてどうしても思えなくて、自分ができてしまうとそれはもうすごいことには思えなくて、なんでこの人たちは私をそんなにすごいと思っているんだろうってなってしまいます。これはすごい境地の話になってきたね。親にもあんたは勉強できるのだけが唯一の取り柄なんだからと言われてて、でもそれは私にとってはすごくないことだから、私って何の取り柄もないんだなってなっちゃって、ただでさえ性格も良くないのに何にもできることがなくて、でも絶対私なんかよりみんなの方が大変だと思うのに、こうやっていろいろ考えてしまう自分が嫌です。どうやったら自分を認めて少しでも好きになれますかという DM をいただいております。本当にすごいんだろうね。偏差値とかめっちゃ高い高校とか行ってるんだろうな、行ったんだろうなってもう想像がつくね。 DM 読んでてすげえや、俺はもう最初 DM 読んだ時にすげえやっていう感想になるね。ただこの相談者さんから見ると、いや普通にできることだからっていうことなんですよね。うわーこれは哲学的だね。難しいな。それでも自分が何か伝えれることあるかもしれないので、思ったことをお話ししていこうと思います。まず一番最後のところからいこうか。自分を認めるっていうお話なんだけど、自分を認めるということは何かしらの外的要因があって初めて成立することだから、セルフで完結ができないんですよ。何言っとんじゃお前と思った方多いと思うんですけど、今例を挙げます。例えば異性にモテるっていう例を挙げたとしましょう。身なりが整っていて異性という存在がいて初めてモテるっていう現象に行き着くわけじゃん。異性がいない世界だったらそもそもモテるっていう概念は存在しないんじゃない？いやー、その同性同士でくっつくっていう話は一旦置いといてね。俺が言いたいこと伝わったかな？もしこのちはや論にしっくりきているのであれば次の文につながるんだけど、あなたは心の奥底で自分のことは認めているんですよ。客観的に見ても学力という力が他者より高いという認識をしていらっしゃるので、自身はもうすでに認めていることになります。そしてそれは存分に誇っていいことなんですよね。賢さの定義、これ人それぞれあると思っていて、おそらくだけどその悪賢さかな、発想力とかかな、そういう能力の方がすごいって思ってるんじゃないかなって思うんです。でも他者からすると、テストの点数が高いとかっていうのは賢さの分類に大多数を占めてると思う。分かりやすい指標なんですよね。あと比べやすいしね。例えば平均点っていうのが出るじゃない、クラスで。それより多分はるかに高い点数を取っていらっしゃると思う。例えば模試とかを受ける、全国何位とか出るじゃない。それってめちゃめちゃ誇れることですよね。だって同学年で上から数えた方が早いんだよ。めっちゃすごいことじゃん。ただみんな落ち着いて、ただ相談者さんにとってはそれがすごいことだと思えてないってことなんですよね。さあ困ったね。さあ困った。まあ、一応話を続けるんだけど、ご両親のその唯一の取り柄なんだからっていうところを真っ向否定したいかな。だってまだ15、16歳でしょ。15、6年しか生きてない。15、6年でやってきたことって、例えばさ、そうだな、30歳、32歳の人だったらあなたの倍生きてるわけじゃないですか。あなたの倍の年月をいろんなことを経験してるわけだから、やっぱりさ年なんだよね。そして自由度って低いから、まだ学生だから、ようやくバイトそろそろできるっしょ。学校によってはもうそろそろようやく免許が取れるとか、全然まだまだなんですよね。これからなんですよ。だから唯一の取り柄なんてことは絶対なくて、必ず勉強以外に何かしらの可能性秘めてますから、安心して自分の好きなことに注力してみてほしいです。勉強できるっていう才能をあなたは持ってます。それを活かしつつ自分の理想の道もぜひ切り開いていってほしいです。それがどういう道なのかっていうのを、数年後自分のことを好きになっている自分を想像しながらいろんな選択をしていけばいいんじゃない。今回 DM 読んでてめちゃめちゃ羨ましいなって思った。勉強できるってマジでね、才能なんだよ。勉強できる人はいるかもしれない、その上で結果を出せるってね、マジですごいことなんだよ。今回ちょっと脱線してるかな俺、これちょっと不安になってきた。最後まで言ってみたけど思ったこと、一旦この動画見て、いやちょっとそういう話じゃなくてってなったら、もう一回 DM 送ってきてもらっていいですか。改めてまたお話できればなと思います。それでは動画はここで終了させていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。